オリンピックが始まって少しだけテレビで見ているけどやっぱり感染症の影響が出ていると感じてしまいます感染症対策でずっと疑問に思っていることがあるのですがそれは検温です無症状の人も多い中で検温が 感染症対策に有効には思えないのです。無症状の人は検温してもすり抜けますよね。消毒は対策としてわかるのですが、消毒と検温しているので感染症対策できていますと言われても、それを言う時点で、この店の感染症対策って本当はできてないのではないかと思ってしまいます。非接触の検温の制度ってあまり信用できないし、 でできるるる、るののは、やっててて感感をを演出していい偽りの安心感を与えているに過ぎなぜこの話をしたのかというと当たり前が当たり前でないかもしれないということ。当たり前を当たり前に過ごしていれば大切なことを見逃してしまうこともあるのではないかなモネがなぜ雲はできるのかなぜ雨が降るのか当たり前の疑問から。 勉強が進んでいき気象予報士の資格を取ることができましたモネはこれからもそういう疑問を持って仕事をしてもらいたいし私たちもそういう疑問をバカにしないでもっとまっすぐな目で物事を見れるようになりたいですというのが言いたかったことですところで菅波先生の電話番号下4桁が0711で。 坂口健太郎さんの誕生日になっているという情報をキャッチしましたどれだけ分かりにくい小ネタなのでしょうそして見つける人がすごい制作人は視聴者を試しているのでしょうかきっとまだ見つかっていない小ネタがあるはず菅波先生とモネの関係が気になりますがみーちゃんも希望の部署に配属が決まってよかったです 好きなことを仕事にできるっていいですよねみんながみんな好きな仕事に就けるわけではない2番目に好きなことを仕事にできたら上出来みたいなことを教わったこともあります希望の会社に入れても人間関係でつまずく人も多いですし仕事って難しいですよね